東北食べ歩き。今回は宮城県仙台市萩野中家町にある仙台朝市大黒さんを紹介します。最初に長月のおすすめをご覧ください。宮城県産の牡蠣、旬の花オクラなどいろいろありました。最初は宮城県産の生牡蠣です。プリッとした食感と牡蠣独特の風味が美味しいですね。続いて焼き牡蠣は旨味が増して汁まで美味しかったです。こちらは舞茸とイチジクの天ぷらで、サクッとした舞茸の食感とイチジクの甘みが良いですね。次は旬な食材から花オクラのおひたしで、上品な風味ととろみが美味しかったです。最後は初入荷のサンマ焼きで、こんがり焼けていたので中骨以外は美味しくいただきました。以上、チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくね。